はい、今回のこの動画ではメールチンプでのステップメールの設定方法について解説します。はい、ではまずトップページからオートメーションをクリックしてください。はい、で続いてこちらからオートメーションのということでステップメールの設定を行っていきます。で、すでに作成されているものはこのように表示がされます。新しく作成されたい場合はこの Add Automation をクリックしてください。はい、で続いてこの左サイドバーからカスタムをクリックしていただいて、カスタムイベントワークフロー、こちらの Add Automation をクリックしてください。はい、でこちらで完了のお名前を入力してください。まあ、商品名ですとか企画名を入力していただいて、後から管理しやすいものを入力してください。セレクトアリストということで、作成されたリストをこちらから選択してください。はい、で続いて NEXT をクリックしてください。はい、でこちらからステップメールの本文の設定を行っていきます。はい、ネーム UA E メールということで、こちらも管理画面上での名前を入力してください。で、E メールサブジェクトが実際にステップメールの題名となります。はい、こちらを入力しましたら、NEXT をクリックしてください。続いて、テンプレートの設定画面になります。作成されたテンプレートがありましたら、そちらを選択してください。はい、あとはメルマガと同様で内容を書いていただいて、最後にこちらをクリックしてください。はい、これで1通目の作成が完了しました。はい、で2通目を追加したい場合は、こちらの Add Email をクリックしてください。でこちらも同様に、ネーム UI Email で管理しやすい名前を入力してください。で、Email サブジェクトも同様に入力をお願いします。はい、こちらはまあ先ほどの手順と同様で、テンプレートを選択していただいて、はい、内容を書いていただきましたら、最後にこちらをクリックしてください。はい、で続いてトリガーの設定に入ります。こちらにあるエディットトリガーをクリックしてください。はい、で続いてチェンジトリガーをクリックしてください。で今回はリストに追加されたらすぐにステップメールを走らせるようにしたいので、こちらのリストマネジメントをクリックしてください。で続いてサインアップ、こちらをクリックしてください。メールチンプ少し海外ツールですので英語で分かりにくいかと思うので、まあ、Google Chrome をお使いの場合は、日本語に翻訳、右クリックから日本語に翻訳という機能がありますので、こちらをクリックしていただきますと、このように日本語で表示されます。まあ、場合によっては表示が、日本語の表示がおかしいかと思うんですけど、こちらでニュアンスがつかめますので、ぜひお試しください。はい、日本語の場合ですと、サインアップこちらの加入者がリストに追加、参加してテストします。こちらをクリックしてください。で、原文の場合はこちらですね、サインアップ。こちらをクリックしてください。はい。で、ステップメールを走らせる、まあ、時間帯というか、時期をこちらで設定できます。1日後の場合はこちらで1デーとなるのですが、まあ、すぐに走らせたい場合は、こちらに設定をお願いします。で、まあ、1日、1時間後はこちらのワンアワーですね。1
1週間後は1ウィークということで設定ができます。今回はすぐに走らせたいのでこちらを選択してください。はい、でここまでトリガーの設定終わりましたら最後にアップデートトリガーをクリックしてください。はい、で2回目以降も同様にトリガーの設定ということで、まあ、1日後に設定していただくこともできますし、まあ、1週間後、1時間後で2通目が届くように設定することができます。今回は1日後に設定を行っていきます。はい、でまあ、あとは3通目、4通目、5通目という形でこのアドイメールで追加していくという形になります。で編集終わりましたら最後に NEXT を押していただいて、はい、スタートワークフローをクリックしてください。で、これでステップメールを走らせることができます。はい、こちらのチェックマークがつきますと、まあ、正常に設定が行われたということで、実際にステップメールを走らせることができます。はい、今回のこの動画は以上になります。